수 있게 해주시고요. 식사 시간이 되면 연락 드리겠습니다. 그래? 그래요. 申し訳ない。俺も頑張ってはみたんだが、今の会社の業績じゃやっぱり契約更新は無理だ。残念だが今月いっぱいで。やっぱり無理ですか。もう3年も国に帰ってないそうじゃないか。ソウルのお父さんに頭下げれば会社で仕事もよりどりみどりなんだろ。アルコちゃん。はい。ちょ、さっきの。あ、はい。じゃあそれでお願いします。はい、失礼します。どうなった。それじゃあ明日の沖縄出張が最後の仕事みたいな。まあ大した仕事じゃないんだし楽しんでこいよ。はい。ただいま。おりゃ、おりゃ、あるなら黙ってはっきり言ったらいいでしょ。じゃじゃなげ남자가태가지금뭐야。イルさんお願いだから落ち着いて日本語でね。이사람이래도 IT 기업 사장이야。엄청 부자라고。누구랑 다르게 이 사람이 그렇다고。나 이런 남자가 좋아。꺼져。용훈아웬일이야먼저전화를다하고。어디야아직회사야。네내일부터출장이라좀준비할게있어서요。아유피곤하겠다。근데우리아들얼굴이왜그래무슨일있어。아니요 이런무슨그런거없어요。
아버지 계시는데 바꿔줄까? 아버지요? 여보, 용훈이 전화해요. 한번 받아보시겠어요? 아, 미안하다. 좀 전까지 계셨었는데. 집 나간 아들이랑 얘기하고 싶지 않으시겠죠? 용훈아, 그러지 말고 네가 서울로 와서 아버지 좀 도와드리면 얼마나 좋겠니? 응? 아, 도대체 후배자는 어디서 뭐하냐고 주위에서 말들이 많아. 엄마 미안해. 나 일찍 일어나야 돼서 그만 끊어야 될 것 같아요. 그래 알았다. 몸 조심하고. 예. 또 전화해. 미치겠네 진짜. 저기 아무래도 용훈이한테 얘기하는 게 어때요? 당신 수술하는 거요. 뭐하러? お疲れさん。もしもし、岩田さん、今終わりました。もしもし、岩田さん、よく聞こえません。もしもし、岩田さん、よく分かんないんですよ。全部経理の方に任せてたもんですから。 だから、だから、今大社に警察が来てんだって。とにかくまずいことになってるから、お前はしばらく沖縄にいろ。え？今日お前が届けたあれも高麗人参じゃないらしいぞ。どこにいるんですか？あ、はい。ちょっと、あ、はい。もしもし、もしもし、矢田さん。
ってるの。この先はもう知ってるし。안녕하세요저는가와모토이문이다 ありがとうございます네네네네네お待たせしました、ゴーヤー定食です。そりゃあ、きめ。じゃあ、東京には戻らず、しばらくこっちに。はい。先輩に帰ってくるまで言われて、会社と連絡も取れないし、マンションには彼女と、この男が。なんくるないさ。今日こうしてやったらもう何かの縁。こんばんは、私に任せてとことん飲みなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで話が決まった。いいよ、うんくんの前頭を祝して乾杯しよう。ありがとうございます。コンベイコンベイ。さすが校長、なんとかなりましたね。信じる者は救われる。人間諦めちゃいか。よろしく頼みますよ先生。僕何もできません。でも歌は得意。おはようございます。朝ごはん、ほら、おにぎり買ってきた。お邪魔しますよ。よく眠れた？昨夜は随分飲んじゃったけど、気分はどうだ？川本さん、昨日はどうもありがとうございました。あの、ここは？ここは今日から君の部屋だ。使っていいからね。いろいろ便利なとこだよ。学院からも近いし。学院？そう、今日から君に韓国語を教えてもらう川本外語学院。なんだ、何も覚えてねえの？昨日の話。ヨウン君の前頭を祝して乾杯しよう。ありがとうございます。1週間前
契約金を渡した途端姿を消したの。その韓国語担当の講師が途方に暮れてさゆり君と街をさまよっていたところに君が現れたってわけだ。いや無理です、韓国語を教えるなんて無理です。できるよ、できるとも。それに偽物の高麗人参を売って回るなんて仕事よりよっぽどいい仕事だよ、教師というものは。ソウルには帰りたくない、東京には待ってる人もいないんでしょ。その後君は同じ韓国人が開けた穴は韓国人の自分が埋めますと胸を叩いて仕事を引き受けてくれた。私はその心意気が嬉しかった。というわけで最初の授業は今日の夕方6時半から。無理無理無理です、頼む。講座が開けないとなると生徒に払う違約金も大変な上、学院の信用は当面1週間でもいい、10日でもいい、助けると思ってクラスを引き受けてください。困ります。いや、お願いします。無理です、そこな困ります。だから無理です。ヨン先生、無理無理無理です。私の名前はイヨンです。제 이름은제이름은이용운입니다저는29살이고그서울에서일본에온지3년좀잘부탁드리겠습니다ページを開いてください。오늘배울건요멈는방법이많은が痛いならこれ飲みなさい。ありがとうございます。なんくるないさ、初日の授業なんてみんなそんなもんだよ。人前に出るのが苦手だなんて昨日のパフォーマンスは何、酒の力。しっとりちょっと怖い顔で、僕をにらんでる生徒が、ああ山城さくらさん、真剣に授業を受けてただけよ。事情を聞けばかわいそうな子なの、まだ若いのに今年小学校に上がる息子がいて、シングルマザー、女で一つで育ててるらしいの。なんで韓国語を勉強してるんだ。仕事をクビにならないためなんだって。両親に早く死なれて子供の時からおばあちゃんと二人暮らし、あちこち歩く。息子が学校に上がるのを機に何とか定職に就きたいって言うんで応募させていただきました。ぜひ御社で働きたいと思ってます。よろしくお願いします。特技資格は特になしか、趣味は音楽鑑賞ね。語学とか勉強してないの。はい、K-POP が好きなので韓国語は勉強したいと。
他のスタッフがいなくて困ってるんだよね。少しでも話せる人がいると助かるんだけど。日常会話くらいできる？なんとか。なんとかじゃ足りないな。勉強してます。もっと頑張ります。何か少し喋ってみて。頭の中空っぽになった時必死だったのね。一曲だけ耳で覚えたグループの歌があって。うん、コリルチナコルモキルトロソミョン、あ、ダンシングはハムケーコットンクッテガセンガンナウリンソロアルゴイソッチソロサラハヌンマンカドゥカダヌンゴスル하지만말할수없었어가슴이두근두근심장이쿵쿵今観光客も多いからとりあえず韓国語要員ってことで先月から契約社員。いやすぐに本屋で参考書買って独学を始めたけど、そりゃなかなかね。それでなけなしの入学金握りしめて我が学院の門を叩いたってわけ。泣かせる話でしょ、ヨン先生。저는 山田라고 하는데요. 아, そうだそうだ. 山下さん. はい. いい知らせですよ。今ね、ソウルのフィマントラベルから連絡があって、うちの提案したね、沖縄離島巡りツアーに大変興味がある、そういう返事が来ましたよ。あ、おめでとうございます。シーズンが来る前にね、社長が LINE するそうなんで、そらないと。あの、私、ああ、大丈夫大丈夫、仕事の話はね、英語でやりますから。山城さんにお願いするのは世間話程度だけどね、その韓国語ができるスタッフがいるっていうことが大事なんですよ。え、よろしくお願いしますよ。ね、자전거를탈수여러분잘이해하셨죠가능형에대해서배울건데요예전에그동사공부했었던거기억하시죠그동사진행법에는
ね。あにょあにょ。ありがとうございました。カムサハムニダ。失礼しました。ごめんくださいませ。面白さん、社長が呼びです。はい。あ、山城さん。何でしょう。あのピュアントラベル、うちには韓国語の分かるスタッフがいますからって書いたら、ハングルでメールが来たんだけど、これちょっと訳してくれるかな。あの、私読み書きにはちょっと時間が。いや、週明けでいいよ。ざっとでいいからさ。あ、プリントアウトしてね。社長、丸江バスの山下さんからお電話です。あ、何番？何でもないから、何回頑張れるから。お休みのところすみません。学院で多分ここだろうって聞いてきました。これ訳してもらえませんか。え、それで何て書いてあったの、そのメール。来月沖縄に行けると思う。韓国語のできる女性スタッフに会えるの。そういうことだろうな。絶対説明ね。万事休す。落ち込んでたろうな、あの子。そうじゃないです。それが。私どうしてもその社長が来るまでに韓国語が話せるようになりたいんです。でないと困るんです。山城さん、長寿になりました。とっても構ってます。似合わない。先生は土日は授業がないんですね。はい、僕は平日の夜だけです。お願いします。私も土日は会社休みなんです。教えてくれませんか。個人的に。個人的に。お金はたくさんは払えませんけど、お昼ご飯はごちそうします。お願いします。困るんだよな、されたんじゃ。それで先生なんて返事したの。僕は教えること下手です。きっぱり断ったんだね。でもどうしてもって。 OK したの。明日の日曜日待ち合わせました。困るんだよな。レッスンじゃありません。それじゃあデートってこと。違います。日曜日やることもなくて暇だから。
山城さんなかなか可愛いからな。違います。いいじゃないの、彼女の必死の努力、私は好きだな。まあこれ以上授業料取るのもかわいそうだし、ヨウムン先生のプライベートってことにしておくか。幽霊。なんだよ。ございます。오늘은시간을주셔서감사합니다기분은좀어떠세요오늘은날씨가참좋네요네날씨가정말좋네요오늘은오늘은제가당신을수리석으로안내수리석은옛날그가인살던곳입니다아今日は取引先の社長を案内する想定で予習してきたんです。初めての沖縄ならまずは首里城だろうって。아그렇군요그럼사장님이쪽으로ダメだ、案内なんて絶対無理。そんなことないです。一生懸命努力してる山城さんの韓国語素敵です。可愛い韓国語です。可愛いじゃダメなんです、ちゃんと話通じないと。あ、ごめんなさい、先生に배고프시죠？ねえ、ちょこん少しとしらどちら？맛있어요？네맛있어요。어이거야마시루씨가직접다만든거예요이거？저랑할머니랑같이요。아할근데이건뭐예요？아닌진시리시리닌진시리시리닌진시리시리아僕닌진嫌いです。おばあちゃんが作ったのすごく美味しいから。맛있어요？
ん。やっぱり人参嫌いです。人参ブリブリ。人参嫌いですよ。아확실히진부와먹는얘기가더잘통하는것같아요저쪽으로이제좀나가볼까요우리안내좀해주세요さくらさん、ちょっと待ってよ、いいか。お、いいか、豆つろや。どうしようかな。もしもし。お願いしますありがとうございますそれではい、4200円になりますあります。どうしました。息子が外に出たきり帰ってこないって探しに出たおばあちゃんが足に怪我をして、だから私が帰って探さないと。ごめんなさい。今日はこれで。南城市までお願いします。はい。僕も一緒に探します。よく寝てますね。子供はいいね。遊んで食べて寝て、もう自分が迷子になったのも忘れてるはずよ。先生、今日は本当にありがとうございました。いえ、こちらこそ美味しいご飯いただいてた。どうせなら泊まっていったらどうね。いえいえ。なんでよそに泊まったら怒る恋人でもいるわけ。おばあちゃん、あ、恋人におられました。沖縄に来る前。なんでよ。おばあちゃん、あ、僕がフラフラしてるから。恋
恋人に振られて沖縄に来たわけ？仕事もなくなって。それで韓国語の先生ね。すみません、私助かってます、フラフラしてくれて。あ、ごめんなさい。いえ、いいんです。あ、今日感動しました。さくらさんが一生懸命経緯を探すの見て。結局見つけてくれたのは先生だったけど。さくらさんは経緯のため、仕事頑張りたい、韓国語頑張りたい気持ちがよく分かりました。さくらは早くに両親に死なれてね、だからね。K は男の子だし、絶対いい大学に行かしてやりたいんです。そのためにはちゃんとした仕事をしないと。私にはこの子しかいないから。あの、何でしょう？K のお父さんはどうしましたか？K が生まれる前にいなくなっちゃった。え？私が二十歳の時、彼もまだ若くて子供ができるなんて思ってなくて、私がどうしても産むって聞かなかったから逃げ出しちゃったんです。お父さんのことを知らないの。そうですか。先生のお父さんは何をしてるんですか？僕の父は会社の社長です。社長？すごい。とても厳しい人だから、僕でも小さい頃から厳しかった。勉強も運動も好きな、音楽やダンスは嫌い。だからお父さんいらないと思ってた。お父さんも僕のこといらないと思って、だから日本に来たんです。そんな、さくらさんと比べると自分のほらほら恥ずかしいです。저기パス。그럼내일봬요。학원에서봬요。明日お店の手伝いと K の保育園お迎えに来ます。え？お昼ご飯と引き換えにおばあさんと約束しました。おばあちゃんと？では終了、ご注意ください。そういった。そういったんだ。そう。いった。
자다음걸리가네걸려있다요여보세요저는야마다라고하는데요한기남씨계세요네저예요야마다씨잘지내셨어요네잘지냈어요그런데갑자기웬일이세요다름이아니라한가지부탁을드리고싶어서요뭔데요제가모레예약을못했어요바쁘신데죄송합니다만예약을좀해주시겠어요네알겠어요잘부탁합니다짐이무거워무거워무거워보이는데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 제가들어들어들어케이다메마마勉強中夜で約束してよ一緒にサッカーするってサッカーならママが後でやくてやんたがいいねやん約束約束こらケイケイコ、여기여보세요영훈아너지금어디야응유리가네집여기로다보냈더라네유리랑헤어진거야너지금도쿄아니야그냥그렇게됐어요지금혼자지내고있고뭐어쩔수너무걱정하지마세요영훈아서울로와아버지회사일은차차의논하기로하고지금좀일이있어서못갈것같아요일일은무슨일너거기서빈둥거리는게네일이야전그렇지만그사람은그렇지않아요응그사람그게무슨말이야용훈아용훈아아끊었네잘있으면됐지뭐그렇다고언제까지그냥저렇게둬요어서와서일을익혀야죠하나밖에없는아들인데아파보니좀알겠더구만진짜중요한게뭔지말이야このシールね。うん。ママも好きだよ、このシール。はあ、懐かしい。韓国にもありました。こういうの貼ってもらって嬉しかった。
嬉しいんですよね、こういうの。ちゃんと誰かが応援してくれてるって感じで。お長さん、前田さん、もうちょっと頑張ってください。山城さん、자여러분틀린거중에모르는거있으면저한테꼭물어보셔야돼요알겠죠네여러분들도앞으로100점맞으시면이거다미시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 さくら、早く寝ないと体壊すよ。うん、もう寝る。うん。주무세요오케이노프로블렘순바이야마시로산굿도뉴스비만トラベルの前社長が急にスケジュールが空いてね週明けこっちに来られるって週明けって来週ですかまあまあ落ち着いて落ち着いてこれでサマーシーズンに向けての提携の話が現実的になったってわけ当日よろしくねえMy boat you rise over the ocean My boat you rise over the sea 今度こそ万事休すここまでの努力も水なわねかわいそうにまた一人生徒が減るわけか僕よかった彼女もそれは理解してるわよここが桜さんの代わりに尽力できたらいいのにどうした？始める前俺はコンサートの音響担当のエンジニアをしてた何なの何耳あっ何何何俺の声が聞こえるか喋ってみろ
やめて。ボリュームが大きすぎたか。もう一度。やめて。おお、すごい。この無線システムは半径200メートル以内なら確実に機能する。その範囲内ならあんたはそのさくらちゃんとやらの耳となり口となれるってわけだ。あんたはそのさくらちゃんとやらの耳となり口となれるってわけだ。俺のおふくろも一人で苦労して育ててくれたんだ。出来の悪い息子を。そろそろで。さくら씨는이수족관에자주오세요。さくらさんはこの水族館にはよく来ますか？ねえ、アドリナン몇번？아들이。ねえ、다섯살이에요。아결혼하셨군요。아니요결혼을안했습니다아미안해요제가괜한걸물어봤네요그니까지가뭔상관이야상관이요아미안해요いらないよね。もともと男女が親しくなるには言葉はいりませんよ。ねえ、さゆりさん、もう私らは学校に戻りませんか？ここまで来て帰れますか？今日一人で帰ってください。갑자기학창시절에데이트하던기억이나네요。수족관에가셨어요？아니요。사쿠라씨제첫사랑이랑너무닮았어요。저기오늘회사로안돌아가도되는거죠？아니요，회사에들어가봐야합니다。아니요，회사에들어가봐야합니다。오카시이나우에키샤초와学習していてごめんなさい。日本語も大学で勉強して少し話せます。だけど桜さんの可愛い韓国語がずっと聞いていたくて、
우에키 사장님하고 미팅은 금방 끝날 거예요. 오늘 밤에 시간 좀 내줄 수 있어요? 사쿠라상하고 오키나와의 유명한 아오모리 마셔보고 싶어요. 밤에는 아들이랑 할머니 때문에 집에 가야 돼요. 술은 못할 것 같습니다. 그럼 호텔로 돌아갈까요? 네. 가시죠. なんか入っちゃった。もういい加減にしませんか。私には学校が。日本語が喋れたなんてあのイケメン怪しいですよ。このまま帰れません。회사로전단 준비할거니까잠깐만기다려주세요。여기이슈퍼에잠깐앉아있어요저기서류는미안해요도저히그냥보낼수가없어서거짓말했어요네걱정하지마요이상한행동은하지않을거니까아니뭐하지무서워사쿠라상과탈리됐어야맞다그만해요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 괜찮으니까요やめて やめてください冗談はやめてください진정해요사쿠라씨저지금장난치는거아니에요처음본순간부터사쿠라씨가좋아졌어요やめて来ないで사쿠라씨저자식은한국어선생님이에요선생님
山城さん。はい。昨日あれから何か変わったことあった？あれから千恵社長、山城さんのことをえらく気に入ってたみたいなんだけど、いざ契約の話になると上の空で今朝電話があって、白紙に戻したいって。まったくビジネスは難しいね。だけど昨日の山城さんの通訳立派なもんだった。正直あそこまでできると思ってなかったもんだから驚いたよ。まだまだ韓国とのビジネスチャンスはあります。というわけで山城さんの使用期間は今月までとします。来月からは我が社の正式な社員として働いてもらいます。本当ですか？我が社は努力する人には当然の処遇をする会社です。うん、ありがとうございます。頑張ります。いろいろありがとうございました。今日は楽しかった。私もだけど一つだけ心配があります。何？就職は決まっても僕と会ってくれますか？もちろん。授業じゃなくても？周一さんが帰ってきたよ。周ちゃんが？ケイがいるからうちの中には入れなかったけど、あんたが帰ってくるまで待ってるって。さくら、
んな。今さら謝ってよ。仕方がないことは分かってる。だけどよ、人目あって謝りたかったわけよ。どうして今頃？すまん。許してくれ。許してくれ。そっか、お父さんが5年ぶりに帰ってきたか。家族に迷惑をかけまいと借金取りから逃げ回ってたと。わかるな、経営者として男としてその辛い気持ち。さくらちゃんにしたって嫌いで別れた男じゃないわけだし、複雑ね。なんといっても息子さんにとっちゃ本当の父親だからね。血のつながりというのは濃いもんだよ。若いのに苦労してきて、なんとか幸せになってほしいわね。すいません、呼ぶぜ。あごな、アブチ、アブチが見どかした。いえ、あ、オルンドラワン、オルン、당뇨도 있으시고 어젠 진짜 어떻게 되는 줄 알았다. 여보, 눈 좀 떠봐요. 용훈이 왔어요. 언제부터 이러셨어요? 아니 왜, 아니 왜 연락을? 아버지가 얘기하지 말라셨어. 너 걱정할까 봐. 아버지, 아프시고 나서 많이 바뀌셨다. 나한테 많이 미안하다고. 너 좋아하는 일, 하고 싶은 일 찾았으면 좋겠다고. 그러시더라. 아버지가 이렇게 부채주곤 하셨는데, 그럼 네가 얼마나 좋아했다고. 아유, 옛날 생각난다.
방은 예약되어 있으니 편히시고요. 식사 시간이 되면 연락드리겠습니다. 네, 그래요. 아버지는 뭐 여전히 열심히 일하고 계시지. 사정이 나보다 훨씬 넓은 데서 말이에요. 일 다음으로 걱정거리는 뭐 아무래도 며느리 보고 걱정 아니실까? 아직 결혼 안 했어? 아버지 회사 들어와서 3년 동안 제대로 익숙한 것도 없고 너무 정신없었어. 그러니까 당연히 만나는 사람도 없겠지. 주문하신 케이크입니다. 와, 진짜 맛있겠다. 너 한국어 진짜 많이 늘었다. 내 일본어보다 훨씬 잘하는 것 같은데? 그 이후로도 집도록 건배했지. 아나타よりいい先生はいなかったけど。 케이가 괜찮지? 言うことを聞かなくて 하하, 1人 子1人だから 이러이러 불만은 あるんだろうけど 케이의 오토상은 케이도 私も 결국 어떻게 すればいいか 分からなくて 今度は 本当に 出て行っちゃった. 자, 今は 仕事で韓国と沖縄を行ったり来たり髪振り乱して働いてる。今日も夜の便で帰らなきゃ。また会えるかな。ソウルの携帯、沖縄の連絡先も変わってないけど、一応。